プリンペラン 5mg メトクロプラミドはドーパミン受容体拮抗薬の一つである。日本ではアステラス製薬がプリンペランの商品名で販売するほか、ジェネリック医薬品も流通している。主に消化管の機能を良くする効果がある。クロルプロマジンと同様に日本の保険適用となってはいないが、片頭痛にも効果がある。メトクロプラミドは、 D2 受容体を遮断することにより、ドーパミン神経によるヒラナメス自習縮の抑制を解除し、全動運動を促して消化管機能を改善する。また、化学受容器引き金体の D2 受容体を遮断することにより生徒作用を示す。食前に服用される。得意な副作用として、メトクロプラミドは血液の関門を通過するため、 脳内でもドパミン受容体をブロックして、薬剤性、パーキンソン症候群を引き起こし、いわゆる衰退外露症状が出現しうる。これは、大脳基底核線状態ニューロンのドーパミン受容体を遮断することによる。また、ドパミンは、脳下衰退前葉において、プロラクチンの分泌を抑制する作用も持っているわけだが、ここでもドパミンの受容体をブロックするため、 プロラクチンの分泌に抑制がかからなくなり、結果としてプロラクチンの分泌が増加する。このために高プロラクチン血症となって、それに伴う副作用も起こりうる。このほか、母乳中にメトクロプラミドが移行し、授乳中の乳児に難弁を起こすこともある。重大な副作用としては、ショック、アナフィラキシー様症状、悪性症候群、意識障害、痙攣、 自発政治スキネジアが知られている。次の場合における、消化器機能異常炎、胃、十二指腸潰瘍、胆脳、胆動疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児用途、薬剤投与時、以内、期間内相関時、放射線照射時、回復術後 X 線検査時のバリウムの通過促進。ありがとうございます。